生まれているのはある位置への物質の偶然的集合により、その科学的作用によって生物として生まれ入れて国王の位置を偶然占めているのであるから、国王の恩というようなことは感じられない。もし偶然的に自分の物質があの位置で集合していたならば、王子として生まれ国王にもなれただろうに、残念だと思って羨むほかないのである。大体こういう考えの青年が今若い高校生が多いですよ。私が高松でもう今から十何年前に行った時に、高松のある私有からこういうことを言われたんですね。もうその私有のお母さんがもう非常にその天皇陛下に対して尊敬しとったもんですから、皇居へ奉仕に行ったんですね。で奉仕団に加わっていったところが、そこでちょうど天皇陛下にお目にかかることができて、一緒にお写真なんか撮らせていただいて、もう何とも言えない天皇陛下のお目にかかって感動したって言って帰ってきたわけです。でその息子に言ったわけですね。そしたら息子がその学校行って、その組の一番秀才だって言われてる自分の仲のいい友達に、うちの母が天皇陛下にお目にかかって感動して帰ったって言ったら、その秀才の息子は何て言ったかしら。天皇だって俺だって同じ人間じゃないけど、なんで感動するんやとこう言ったって言うんですね。これに対してどう答えたらいいですかっていうのが僕に対する質問だったんですね。だから私はそれを簡単に答えることができないからって、本一冊の本にして天皇と戦争っていう本を書いたことあるんですね。もう十何年前に出たもんですから、今パンフレットでありませんけどね。これは私がね、いろんな意味でね解釈したんですけどね、天皇だって俺だと同じ人間だっていうのは、これ肉体から見たらそうですよ。これは私天皇陛下が本当にねそういう人間も同じ人間だって言うんだったらね、天皇陛下のね代わりをしてみたらいいと思うんですよ。人間がねできるかっていうことですね。終戦直後にマッカーサーに天皇陛下がお目にかかりたいということを申しこう言ったらですね、マッカーサー会わないって言って最初は断ったわけですね。これはなぜかっていうと、敗戦国の国王が占領国の司令官とかそういう人に会いに来るときには必ず2つの条件がある。ヨーロッパではそういう条件があったんですね。一つは自分の命を助けてくれっていうこと、一つは自分の財産を守ってくれって、この2つが今までの習慣なんですね。どこ行ってもこれしか大体ないので、そんな天皇におたってしょうがないって言って会わなかったわけ。会わん。ところが天皇陛下が、これはもう歴史的に今有名なことですからはっきりしてますけどね。それで私はその天皇陛下がどうしてもとおっしゃるので、まあ、マッカーサーが会えたら、お会いにおいでになったらね、マッカーサーは平服のままで、天皇陛下が握手を求められても握手も答えなかったっていうんですね。それでその時に天皇陛下はとっそつとして言われた、その通訳がこれを通訳するのにもう驚いたっていうことを書いてありますね。二つのことを言われた。風呂敷包みを出されて、そしてこれは今現在私たち皇室の財産であると、これを全部あなたに差し上げるから、日本の国民が今食料に困っているから何とかしてくれと、一人でも飢える人をへしてもらいたい、この財産を全部、これ全部を使って、ね、アメリカから食料を早く持ってきてもらいたい、で私の命は第二として、私の命はどうなってもいいから、どうなってもいいから、どうぞ今の日本人の戦犯に処刑される人を助けてもらいたいと、あれは彼らの責任ではないんで、私の命令によってああいうことをしたんだから、私の責任であるって天皇陛下が言われた。俺はこれらも、これにはマッカーサーがたまげたんですね。今だかつて歴史にないようなことを天皇陛下が言われたわけです。そしたらその時にもう天皇マッカーサーがびっくりしてしまって、もう今まで呆然と構えとったのがいきなり天皇陛下にこう抱きついてきてですね、英語でマジェスティーって、陛下ってこう抱きついてきた。それ以来マッカーサーがもう完全に天皇を見る目が変わって、感が変わってきたわけです。それでですね、もうこれはね、どうしてもこの天皇陛下はこの戦犯にかけてはいけないっていうマッカーサーの心が変わったのが一つと、そしてもう一つはですね、この天皇、こういう天皇のお言葉に従ってどうしても日本の民族を飢え死にから一人でも救わなきゃならないっていう気持ちになって、アメリカから
この食料を持ってきて、あの時に置いといたら、あのまま置いといたら1000万の餓死者が出てるっていうのは、これは統計出てるわけですね。5、600万から1000万が出てるんだと。それを天皇陛下のそのお言葉一つで、マッカーサーが食料を持ってきて助かったということですね。今の共産党でいくら威張ってて、天皇なんかなんだって言ってる連中もその時助かってるんですよ。もしそうでなかったらどんなことになってるかっていうのは。私はその若い者がそんなこと言ったら、まあ、君ね、天皇陛下があそこのマッカーサーに会えてこう言ったから、マッカーサーは感動したんだけどね。例えば俺が行ってね、マッカーサーに会わせてくれと、わしの財産みんな出すからと、わしは死んでもいいから先般助けてくれたら、お前気違いかって気違い病院放り込まれますよ。ほら、天皇がおいでになったからそれができたんであってですね、他の人間が言ってそれができるかってできないだろうと。お前悔しかったらね、天皇と同じだったらね、天皇と同じようなことやってごらんと、できたら私はね、あんたね、同じだって言ってやろうと言うとね、なまーってしまいますよ。天皇のうち生まれたから我だってできとるって言う、女悔しかったら生まれてみいって言う、よう生まれんくせに何言うとるって、ね、そんな簡単に生まれるもんじゃないんだと。天皇家に生まれるっていうことは、それだけ徳を積んでいるからね、前世でそういう徳を積んでるからね、そういうところに生まれるんで、親に似た子が生まれてくるんだからね。だから親が頑固だ頑固だ言ってるような息子を見てみて、同じような親よりまだ難しい頑固な顔しとるわいと、同じことなんだと。似たのが生まれてきとるんですね、これは。だからその天皇家に生まれるのは、それだけの因縁があるんだから生まれてきとるんだっていう話を高校生なんかにしてやると、ぐーっと変わってくるわけですね。歴史を知らないんですよ、本当のこと知らないんですね。で、私も満州に行って終戦直後に蒙古行きました。蒙古行ったら、蒙古人が毎日蒙古の兵隊と一緒にあれだったら、蒙古の兵隊がですね、日本から日本軍から占領した鉄砲をこう毎日みんな鉄砲を持って、私は何も持ってない、毎晩鉄砲をガチャガチャガチャ掃除しながら、その蒙古の兵隊が日本軍前ですからね、お前たち日本人は我々を平等に扱わなかったと、お前たち白米食っといて我々は高粱食わしとったと、ところがお前はうちのとこに来てるけども、我とお前と同じもの食わしとると、人間は平等だ平等だって盛んに言うんですよ。もう3日も4日も毎日こう一緒に行動しとって、平等だ平等だって言われるから腹立ってきてね、もうこうなったらピストルで撃ち殺されてもかむから言うたろかと思ってね、あんたね、平等平等って言うけどね、俺とお前と平等じゃないよって言ったの。お前と俺は平等じゃない、俺の方が偉いって言ったね。偉いと、そんなこと言ったら殺されるから、まあ偉いとは言わなんだけどね。だいたい医者じゃないけど、私は医学博士だと。お前医者じゃないじゃないかと、患者の診療できるかと、死にかかった人間腹切れるかと、お前腹陽気なんじゃろうか、俺とお前と平等じゃないだろうって言ったら、目丸くしてポカーっとして聞いとったね、4、5人おったですね。腹もしらみに疲れながらやっとったんですからね。その時にこれは俺だけじゃ分からんなと思ったから、蒙古の兵隊に、お前ね、ジンギスカンとお前と平等かって言ってやったんですね。ジンギスカンっていうことを出したら、さすがの共産党員でもビッとしますね、蒙古人は。それでね、ピカッとしてね、ジンギスカンとお前と平等じゃないよと、ジンギスカンが死んだらね、蒙古は滅びたけど、お前が死んだって蒙古滅びんよって言ってやったね。こうしたら妙な顔してね、目まん丸してね、それっきり平等ってことを言わなくなりましたよ。基本生命においては平等です、これはね。人間神道としては平等ですが、現れは全部違うんです。差別があるんです。平等にして差別っていうものは、これが秩序なんですね。平等の面だけをね、こう言い出すとね、悪平等でね、社長も小遣いもみんな平等になってしまったら会社は成り立ちません。秩序っていうものがあるところにね、成り立つんで。同じ肉体は全部同じ細胞で、私の細胞であっても、目は目であり、足は足の裏であってですね、 目と足の裏は平等だから取り替えてみたって変えることできないんですね。人間はその地位においてね、その秩序を守っていかなきゃいけないですね。だから会社なんかでもやったら平等平等言い出したら、その会社は、だから会社がですね、小遣いから普通市社員から社長まで一人も作らんと、平等にぐらっと並べてごらんなさい。人間が集まっただけでこれ会社になりませんよ。誰が責任取って、誰がその時に責任取って、どういう仕事の分担するっていう、こう秩序の縦の線ができた時に、初めて会社とかそういうものが成り立つんですね。そういう面をピシッと通しておかないとね、平等平等でやられてしまったら会社潰れてしまいますね。こういう点もはっきりしておられたらいいと。秩序があって初めて平等、秩序のある平等でなければいけないんですね。
これが人間の一番大切なところであります。だからここのところなんかもね、こういうふうな面で一つ知っていただきたい。その次行きましょう。さらに人間をば五感の目を持って物質である肉体と見ず、そのまま命なるところの実相を見る目が開いてきたならばですね、どうして死を見ることができるかと。だからこの国王のところありますね。それで最後にですね、終わりから2行目のところで、唯物論の人間平等論、平等論はこういう立場にあるから無政府主義者になったり共産主義者になったりするのである。一国にして一国に生活して国民がその国の当事者の御託を本当にしみじりと感じられるのは、唯物的存在としての王の肉体的方面を超えてその理念的生命的本質を見ることができた時においてのみである。この国の当事者がその国におけるその場の時点において宇宙の大御命の最高中心的権限として国民の生活をあるがごとく荒らしめているところの中心の力であるという、その本質なる命を五感の壮麗の外に直感把握した時にのおいてのみ、初めてその国の当事者に対する恩というものをしみじみと深く本質的に感じうるのである。そしてのみその国は安泰に収まるのであるとかね。これが秩序縦の線ですよ。次に、父母の恩も五感の壮麗から覗いてみたところの唯物的人間観では感じられないのである。人間を肉と見、単なる物質の集合であると見る限り、父母の物質的細胞が結合さえしてくれなかったならば、こたる自分はこの苦しい現世に出て試験地獄や就職地獄や不安なる上役や不快なる上役や同僚に会う苦しみや愛する人に別れねばならぬ苦しみやいろいろな苦しみを受けないで済む。そうすると父母が結婚さえしてくれなかったら人間は苦しみを受けずに済むはずである。父母の結婚という偶然的出来事によって陰陽の物質が結合してこのような人生苦を生み出す結果になったのである。各人間を物質的の物質の塊と感じ、その出生を物質の偶然的結合によるものと感ずれば、父母の女をというようなことは考えられないで、父母の迷いによって無明によってこの物質的結合を起こし、快感を快苦を感じうる色体を発生せしめた父母こそ実は我々の恨みの尽きぬ源だと考えられるのであろうと書いてあるね。だから、ね、唯物観では親孝行出てこないんですね。これはね、非常に大切なことですね。ですからね、こういう考え、だから谷口正治先生はね、先生の伝記を読みになったら分かりますがね、中学5年生の時ね、昔は5年だったですね、親不孝論をお書きになって、それを学校の学校で出しとるね、あの交友会の雑誌かなのその本に出されて、学校の先生が読んで、こいつは偉いやっちゃと、握りずんだやって言われたね。谷口先生頭いいから学校で教育受けて唯物論になったらこういう人になられたんでしょうね。あの頭のいい先生が親不孝論書いたら徹底して書くでしょうな。学校の先生なんかとても及ばんように書いたと思うんですね。僕は谷口先生が共産党になっとったら日本の国潰れてると思いますよ。ほら、あ、もう並んでよかったっちことないけど、それは神様からね、その唯物論を通してこういうおいでになったんだから、もうああいうことを経験されることもよかったんですね。先生が唯物論で親不孝論をやられて、それから今度は紡績工場へ行かれて、紡績工場の女工たちが、その使われてる人に資本家に搾取されてるのを見て、その本当に先生ご自身は世の中平等せんならんちゅうんで、その唯物論から来て大変なそういう思想になりかけていられた時にね、それがまあ宗教の方へずっとおいでになったからよかったね。日本を世界の人を永遠に救うような先生になられたんだけども、それは神様のお導きによって叶えたんですね。だから先生の親不孝論なんてのは素晴らしいなと思うですね。あんなの聞いたら中学の先生ぐらいへともないでしょうね。もう困ったらしいですよ。だからこういうのはよく知ってますね。で、私たちもこのこういうところを見てね、本当にその子供をね、
我々高校生がを指導したり若い人を指導するのにこういうふうなところをよく見とってね、唯物論のいくら教えとっては高校出てきませんからね。私なんかでもそうですね、その僕は親孝行っていうのは本当にの親に感謝する気持ちになったら自分が立派な人間になることがね、最高の親孝行だと思いますね。お金やったってね、物やったってね、そんなことだけで親孝行じゃないと思いますよ。だから形式的なもんじゃなくてね、自分がねもう本当にね立派な人間になっていくことがね、親が一番喜んでくれることであると。自分が親になってみたらね、子供が立派な人間になってくれることがね、一番私はね嬉しいことだと思いますね。だからね、立派な人間に自分を仕上げていくことが親の親孝行だと思います。で、私が親に感謝なんて全然なかったんだけども、お父さんが生命の実を4時間読み終わって思い出しますとね、このお父さんお母さんに感謝してくる気持ちになって、もういっぺんそのもう一年やったら医学博士もらえるんで、もう一年岡山へもうあと行こうっていう時に、私は荷物持って家のとか出よったら、母親が「よかったねお前、本当に助かってよかったね」って、しっかりやっておいでって言って僕を送ってきてくれたんですね。その時に私がね、何の表紙であんなこと言うたかわからないけども、お母さん今度初めてね、お父さんお母さんのありがたいこと分かりましたとか言うたんですね。ふっと言ったら、母親のこと面白い母親でね、なんちゅうたかって、そうじゃ今までありがたい言うとってあれ嘘やったんかと、こうやってねもうこれがね、また母親の嘘やったんかってこう言われた時に、その時初めてハッと気がついたんですよ。それまでね、あ、そういや、ほら、今まで初めてありがたいことがあったってことは今まで嘘やったってことになるわけですね。あー、えらいこと言ってしまったと思うんだけども、なるほど。それでね、その時私がね、ズキーンときたのはね、今までね、お父さんやお母さんにありがたいっていう気持ち持っとったのはね、条件付きのありがたさであったと思ったんですね。親は私を産んでくれたからね、ありがたいとか、あるいは育ててくれたからありがたいとかね、学校やってくれたからありがたいとか、あるいは金くれたからありがたいとか、まあこの辺が一番ありがたいところですわな。何かしてくれんとありがとうないんですね。何かしてくれたからありがたいと、そういうありがたさの時にはね、もし産んでくれないママはありがたくないでしょ。産みっぱなしにして育ててくれないで逃げた親ありがたくないでしょ、そうだったら。ところが、いくら我々は産みっぱなしで逃げられても、まぶたの母として、お母さんを探しますわね。
育ててくれなかったからありがたくないんなら、産みっぱなしにしてたら親ありがたくないんだけども、まぶたの鉢で探してますわね。学校やってくれたからありがたいだったら、学校やってくれない親はありがたくないわけです。金くれたからありがたいんなら、金くれん親はありがたくないわけですね。そんなありがたさなんていうのはいい加減のありがたさであると。だからね、私なんか、僕はその当時親から50円しかもらってなかった。とか隣の私の友達は100円もらっとったね。隣の息子親とわしの親と倍違うと思ったいつもね。隣の親は100円のありがたさ、わしは50円のありがたさ、大したことないやないかと、ちょっと変わりゃいかないぐらい思っとった、ね、これはね、金で換算したらそうなりますよ。100円くれてる親のありがたいわけですから。ところが私がその時のお父さんお母さんのありがたさが初めて分かりましたって言った時はね、たとえうちの親がね、乞食であろうとね、人からバカにされてる人間であろうと、刑務所行ってる人間であろうと、わしの産んでくれた親でなかろうと、育ってくれた親でなかろうと、どんな親であったってね、親は親なるがゆえに理屈なくありがたいもんだって気持ちになったんですね。親とね、自分の命が一つだっての気持ちがその時味わったんですね。条件をつけたね、ありがたさなんてものはいい加減なもんです。これはそういうものを乗り越えてね、お父さんって言わずにいられない、お母さんって言わずにいられないものが人間の親子にはあるんだってことに気がついたんですね。条件でなくてね、それを乗り越えた、これはそこに書いてあるレンジ窓を超えた一つの愛ってものがあるわけですよ。だからね、子供がね、僕は親孝行せって言うとね、よく言うけどね、親のために親孝行するならやめなさいと、親のために親孝行するんじゃないんですよと。子供はね、親を生まれつき愛しとるんだと。だからね、お父さんお母さんに、本当にお父さんお母さんを大切にしたらね、一番嬉しいのはね、子供なんです。親のために親孝行するならやめたらいい。そんなものはもう僕はね、条件的なありがさだと思うんで、親のためとか、ためなんてついたらもうダメですよ。親に感謝し、親に対して本当に親を喜ばすって気になったらね、その時に一番嬉しいのは子供です。それでまた子供が楽しくなります。自分の幸せのためにね、親に感謝したらいいって言って僕は言うんですね。また子供たちの考え変わってきますよ。で、高校生でも大学生でも、僕はもうこういう話、自分の体験を通してまだまだたくさんあるんですけどね、本当に親にこう感謝する気持ちになった時に、私は一番自分が幸せになったんです。それ以来私の運命が変わってきたんですね。だから皆さんもね、こういう親の恩とか国の恩なんてものはね、条件をつけたね、いわゆる部分の寄せ集めみたいなね、そんなね、ありがさなんてものは大したことじゃないっていうことをね、知っていただきたいと思うわけです。恩なんてものはね、そんなとこから出てきませんよ。もっともっとね、命のね、本当の命の湧き出しているところから恩ってものが出てくるんであるっていうことをね、ありがたいっていうのが出てくるんですよ。だからここでその次読んでいったら分かりますがね、その次に十二因縁を説くところの普通の仏教の無明縁起観ではこう感ずるほかに道がなかったのである。しかるに人間を物質的業界として見ないで、神なる仏性が精霊受胎して天下ってきて、ここのとこね、括弧の中に特にここに神仏や三教の特有の術語が混合して用いる点に注意しないで。これはね、神なる仏性でしょ。神というのは神道です、キリスト教ね。仏性というのは仏の仏教でしょ。神なる仏性が精霊受胎というのは、これはキリスト教の用語です。この3つの言葉をここで使って当たり前に感じるということは素晴らしいことなんですね。だから神仏やがここで合同されている。その精霊なる、この次が大事ですよ。その精霊なる真実人間を時間空間の世界に行じつつ実現するために対象ということが起こったと感ずれば、対象ということは精霊仏性実現の端的な行であって、そのまま神聖なるものとなるのである。人間というものはね、永遠の生命であってね、肉体ではないんだってことが分かってきたらね、その肉体ではないんだけれども、この地上において人間として生活するためにはこの肉体が必要だから、父母からこの肉体というものをいただいているんであるということが分かった時に、初めてね、父母にいただいた肉体によってこの地上における生活をすることができるんだという気持ちになったら、お父さんお母さんありがとうございますということになるわけですね。永遠の生命でありながら、この現象の世界に生活するための
道具をいただいているんだということですね。父母の縁がなかったらこの地上に生まれることはできなかったんですね。地上の学校に生まれることは、だから入学したら嬉しいと同じことであって、地上学校に入学するためには父母によって肉体というものを与えられなかったらこの学校に入学できなかったんだということになるわけです。まあ、そういうようなここがね、深いところがから出てくるわけですね。ここに今まで父母の結合をただの無明の執着と感じ、自己の対象を呪うべき出来事とであると感じですね、感じていた在来の無明縁起観は完全に腐食されてしまうのである。仏教をもって無明縁起観だとするならば、成長の栄は仏教では仏教でないかもしれない。このままここに仏性厳然精霊受胎即身成仏が仏教ならば、成長の家と仏教とは一致するの であろう。これは素晴らしいですね。これ筋と書いて、このままここに仏性厳然精霊受胎即身成仏が仏教ならば、成長の家と仏教とは一致するの であろう。旧家僧霊の公案に牛の全貌を把握したら死音の尊さが本当に分かると、かっぱした無門和尚はこの境地に達していたかどうか、父母の恩が分かればどうかと。これから谷口先生は無門をここで批判しておられる。父母の恩が分かれば他の衆生の恩三方の恩も分かるはずである。有物の世界や無明縁起の無明衝突の世界観では恩などというものは感じられないのである。だからね、そういうふうに感じてくるとね、そのこれあったでしょ、肉体が人間でないっていうことは皆さんが前にありましたね。ある王様が絶えなる音楽を聞いたと、素晴らしい音楽があったので家来に音楽持ってこいって言ったって。音楽持ってこいったって音楽持ってくることができないので、部下がですね楽器を持っていたんですね。それで王様がこれは楽器か音楽かって楽器を叩く壊してね、それでどこに音楽があるんだって、いくら壊したって分解したって楽器は音楽出てこない。それでお前は音楽を持ってこいって言ったのに、音楽持ってこんとこんなものを持ってきたって、その部下を厳罰に処したということを書いてある。その時に谷口正治先生がその注釈の中にですね、何と書いてらっしゃるかというと、音楽は楽器にあらずと書いてあるね。音楽は楽器を鳴らした時に出てくるんですよ。音楽は楽器じゃない、その次に人間は肉体にあらずと書いてあるね。音楽は楽器にあらず、人間は肉体にあらず。だから皆さんね、この肉体をどう鳴らすかによって人間の価値が出てくるんですよ。どんな素晴らしい何千万円するようなバイオリンだって、下手が弾いたらキー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 言うとるわけでしょ、ノコギのメタルみたいな音。だからこの肉体をどう鳴らすかと、鳴らすったらおかしいけどもね、どう響かすかっていうことが人間の価値になってるわけで、肉体が価値じゃないんだと。そうなってくると、これはね非常に素晴らしいことでありましてね、同じ人間でも弾き方によって鳴らし方によって価値が全然違ってくるっていうと、弾き手がそうだから素晴らしくならないかんのですね。そうなってくるとね、肉体は人間ではないんだっていうことになるわけです。だから同じ人間が精神が心が変わったらまるで違った人間になってくるということですね。それは楽器だけだったら、もし肉体が人間だったら心が変わったって、錬成を受けようが成長の家に入ろうが宗教に入ろうが、その人が変わるはずがないわけですね。そこのところで、それでその次行きましょう。無門はさらに樹においていう、過ぎ去ればこう、狂山に落ちと、人間は過ぎ去りゆくもんだと五感のレンジ窓から覗いていたならば、死音もない、全ては迷いの無明の塊、物質の塊だなどと途方もないことを考えて、地獄の穴の中に落ちねばならない。しかしそれは人間は物質ではないものだと考えて、この肉体の中に心というものが宿っていて、それが人間の本物だと内部へ光を照らしてみて、それもまたかえって真相を破るものである。人間というやつは尻尾をつかまんでやろうと思っても、そのちっぽけな尻尾たるや甚だ機械千番な尻尾であって、掴んだと思ったら逃げているというのが、帰り来たれば帰って破らる、斜さの美わす時期にこれ甚だ機械内である。人間は物質にあらず、サイトで心にもあらず、物質も心もそのままありながら見えずない。ここのとこいいですか。人間はこの上に人間と書いておいてください。
人間は物質にあらずさりとて心にもあらず物質にも物質も心もそのままありながら見えずなりっちと、これが大事なんです。とらわれなくなることです。見えずなりですね。その心もね、物質も心もそのままにありながら見えずなり、その奥にある物性そのもの、それこそが人間である。これが素晴らしいですね。人間である、精霊自体であるとわからなければならないのだ。物質が、肉体が人間だとか、心が人間だとか、物質と人間と、また心と人間と別々の概念を2つ合わせて説明しているようなことでは、本当の人間はわからないのである。そのまま物質を見ながら、心を見ながら、そこに端的に物性厳然を自覚せなければならない。ここです。ここへ特に筋取いてください。そのまま物質を見ながら、心を見ながら、そこに端的に物性厳然を自覚しなければならない。人間というやつの尻尾、まことに機械至極であると。これはですね、その柏の木を見ながら仏の命を、柏の木の中に仏の命を見ていくということ、前と同じですね。これはね、本当にね、この最後の2行ぐらいの中に結論が出てますからね、一つ。肉体を見てね、このね、もう一度ここのとこね、この人間は物質にあらずさりとて心にもあらず、物質も心もそのままに、そのままですよ、ここがね大切なところ、そのままにありながら見えずなり。これはね、だからね、病気なんかでもね、肉体のあることをね忘れた時にね、病気を忘れた時に病気は治るんです。気がついた時にまた病気のようなものが起こってくるんですね。だからありながら見えずなり、この見えずなりっていうところは素晴らしいね。これは五感の世界を去ってでしょ、さっきの深層感と同じよね。だから五感の世界を去るっていうことが本物を見る、ここにあるね。その奥にある物性そのもの、それこそが人間である、精霊受体であるとわからなければならないのだ。物質、肉体が人間だとか、心が人間だとか、物質と人間と、また心と人間と、別々の概念を2つ合わせて説明しているようなことでは、本当の人間はわからないのである。そのまま物質を見ながら、心を見ながら、そこに端的に物性厳然を自覚しなければならない。ですからここに、そのままですね、柏の木を見ながら、紫陽花を見ながら、心を見ながらですね、まあそのいろんなものを見ながら、そこに端的に物性厳然を自覚しなければならないと。そうなってくると、どんなつまらん人間でもね、人間の変な人間を見ながら、その奥にあるですね、その端的に物性厳然を見なければならないわけですね。これはもう非常に今日のところ2節は短いところですから、深いところですから、ちょっと味わっていただきたいと思うわけですね。でこれはね、その次に、まあこれはまだ説明すればきりがないんですが、その38足のね言葉、先ほど申し上げたように、あのね、全体の人間をつかまなきゃならないっていうことですね。この中でも根本的に勉強しなきゃいけないこと、部分部分の集合ではダメだ。だから医学でもね、医学でもそうですよ。今はね、あんまりお医者さんがね、分かれすぎてね、内科内科ね、内科の中でも胃腸科とか心臓病とかね、特別に分かれとるでしょ。そうするとね、部分部分をね、治そうとしてね、全体の人間を見ないからね、かえって病気がよく悪くなることがあるんです。これなんかでもね、一番いい例はたびたび申しますけどね、心臓をね取り替えた、あの話ね、心臓移植、心臓の丈夫なのを持っていて、心臓を治して人間全体殺したでしょ。何にもならないんですよ。心臓を治して人間全体殺すぐらいならね、元のままにしておいたら、あの人も生きてますよまだね。心臓を取り替えて、心臓を治して全体の人間殺してしまうような、こういう医学があるわけです。コルチゾンなんて薬飲みますとね、痛みは止まります。確かに、あとがめちゃくちゃに体全体が壊されてしまう。そんな痛みを止めるっていうことは簡単だけども、だから薬はね3つあってね、本当の病気を治すものは、これはもうわずかしかありません。その次が薬なんかでもね、本当に病気を治す薬っていうのは数種類しかないんです。これその次にあるものは症状を治すものですね。症状を消していくものがあるわけです。症状を消すのは、これはもう、これはもう医者の中では常識ですからね。こんなことは症状を消す、それ第3が何かって言ったら、効かない薬がたくさんあります。これはね、
むしろ害になる薬もあるわけですね。だからこれは最近ね、もう薬っていうもの非常にやかましくなりましたんで、そういう点で非常に良くなりつつあります。だから私たちはこの症状を治すことによって全体をね、バランス取っていかなきゃ。だから熱が出た時熱冷まし薬を飲むっていうようなことは熱を下げるんだけども、病気全体に悪いことがたくさんあるんです。もし症状だけ治す薬だったら、薬屋さんだけあったら医者いらないわけですよ。人間全体の脈拍とかその病気全体を見ながら、薬屋さんが作ってくれた薬をですね、上手に使っていた時に病気は治っていくんですね。お産の時に、我々は使います専門ですけども、陣痛を強くする薬があるんですね。これはもうあるんですけど、そういうのでもね、上手に使ったらお産がポロッと出るんですけどね、まだ開いてない、舌がまだ開いてない時にこの頃よく使うんですよ。看護婦、産婆さんとかね、早くお産が苦しい苦しいって女の子が、奥さん、その妊婦が言い出すとね、早くお産、させようと思って、まだこう陣痛がろくに起こってない時に使うもんですから、キューッと痛みが来るけれども、舌が開いてないから生まれないわけですね。そういうような時に、あんまりそういう時にひどくたくさんやりますと舌が開いてないのにクッククック起こるから、子宮破裂を起こすことがあるわけです。僕なんかもそういう薬使うのは非常に厳重に医者から注意された、僕の先生から注意されたんですけどね。だから開いてる時にそれ使ったらパッと楽に出てくるんですね。そういうふうに症状っていうものと総合的に人間を見ながら、薬でも症状と一緒に見ていって使わないととんでもないことになりますから、素人が薬使うことは僕は危険だっていうのはね、言うわけです。だから素人はね、下痢したら下痢止め、熱が出たら熱冷ましっていうのは、これが薬で全体見てないでしょ。肺炎の時なんか熱が出てる時に急に下げたら死んでしまうことはたくさんありますよ。風邪ひいたと思って熱冷まし飲んで死んでしまうっていうことあるわけですね。だからペニシリン飲んで、ペニシリンを始終飲んでるとショックを起こしたりですね、そういうことが起こってみたりしますので、ストレプトマイシンなんかでもああいうものをたくさん飲むことによって耳が聞こえなくなった、目が見えなくなったっていうのはよくあるわけですね。だからそういうのはよく気をつけて使わなきゃいけない。救護するほど危ないっていうことになりますからね。で、薬が悪いんじゃないんです、その使い方が悪いんです、使い方が。だからそういう意味で非常に私たちは全体を常に見ながらね、この診療、だからこの薬を使うのと皆さんが事業を経営して、その事業経営に対していろんなことをするのと同じことですよ。処置をするのは同じことなんですから、全体を見ながら処置をしていかなきゃいけないわけですね。それが分かってこなければいけない。だから全体の人間を知る、全体を常に知るっていうこと、ここではそれを知られたわけですね。ブームブーム見ても本物は出てこないっていうこと、それからもう一つね、飛躍っていうことが大事だっていうことをここで教えられましたね。飛躍がないとね、本当を見ることができない。全体を見るためには飛躍しなきゃいけない、ブームを見とっちゃいけない、飛躍ですね。これはね、飛躍するっていうことはどういうことかっていうとね、合理主義とかね、合理的だとかね、常識とかいうものを破ることですよ。常識を破らないとね、進歩はありませんよ。これは今まで常識に従っておったらね、進歩はないわけですね。だから飛行機を発明した人なんかでも空を飛べないっていうのを飛ぶ、新しい今までの常識を破った時に新しいものが生まれてくるんである。だからこれを一つ皆さんやっていただくと。それから人間の本質がありましたね。最後にね、恩を知るには唯物論ではダメだっていうことをここで教えられてるわけです。非常にこれは大切なことですね。恩というものは唯物論では出てこないっていうこと、この中で教えられてるわけで、恩というものは唯物論では出てこない。これはだから皆さんが、従業員なんかに お話になるときにですね、恩なんていうものを教えようと思ったら唯物論的な考えではいけないと。だ、給料いくらやったって月給もらうのは当たり前じゃないかと、昇給するのは当たり前じゃないかと思っとったら、これは物質からものを見ていったらありがたいが出てこないですね。よその会社でこれだけもらっとる、うちがもらうのは当たり前だってものがありますからね。そういう点も一つ気をつけて、この中を読んでいただいて、これはね、今日のとこは我今五感の世界を去って実相の世界にいるっていうことがね、根本になってるわけですよ。ここがこのまま実相の世界であるっていう真相観のあそこが分かったらですよ、そしたら今現象そのままで実相を見ることができますので、全て今のね、
37足8足はそこでそれで解決できるわけです。だから常に深層感をしている人はこういうものの見方ができるようになってくるので、深層感がやっぱり非常に大切だということになります。それではどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでその次行きましょうと言われただけで帰られた。だから別に難しいこと言う、相手がお医者さんなのにね、そう言って帰られた。色即是空、生阿弥陀仏の真理をそういう成長の意識、優しい言葉で語られたに過ぎないのである。色即是空ですね。このね、私はね、最近ね、色即是空ってのは現象本来なしですね、空即是色ってのがね、無より一切を生ず、無限供給です。最近ね、僕はもうこの空即是色がね、とても好きになってね、色即是空、空即是色ですね、生阿弥陀仏の真理をそういう成長の意識、優しい言葉で語られたに過ぎないのである。しかしここでに在来の百尺竿燈に座して満足しきっていた既成仏教の上にさらに新一歩があるのである。色即是空、南無阿弥陀仏となどとお経をめかしく病人の鎮痛でやられたのでは、病人はもう死ぬので引導を渡すのかなと思っていき、承知して治るべき病気も治らなくなるのでありましょう。ここに百尺竿燈に安住する仏教が新一歩しなければならぬところがあるのである。安田さんは僧侶でありながらその仏教を百尺竿燈新一歩せられたのであります。安田さんの帰った後で医師の春日さんはまた激しく仕切りが起こって、10分間おきに赤痢のような血便が引き続いて出るのである。便所へ往復している暇もないので便器の上にまたがって衰弱した体を物で肘の台をして支えながら夜通し血便を下痢し続けていたのであった。大変なことですね、一晩中下痢したんじゃない。そしてね、そこにまた偉いこの人もね、もう医者でね、もういよいよ医者、自分で医者で知ってますからね、もうダメだっていうことが分かった時にギリギリまで来たらね、バッとこう抜けるんですね。皆さんでもね、何でもね、ギリギリまで行った時にこうバッと抜けるんですよ。病人でもね、死にかかるぐらいの病人だったらね、悟るんだけどね、しないような病人なかなか悟らんね。だから私は言うんで、あんたね、あんまり成長ね分からない、いっぺん死にかかってみてよ言ったんだね。でよう分かるんですよ。でね、これはね、そこはね、そのもう力がなくて便器ね、一晩中こう便器の上に座り込んでね、ありがそれでね、その次はまたその下痢ごとにありがとうございます、これで治る病気は本来ないのだと念じ続けたっちゃう。お医者さんがね、朝6時頃になるとさすがのに血便も出るだけで出終わったと見えて、腹痛は緩和して下痢しなくなったので、疲れ切った体を寝床に潜り込ませるとありがとうございますと唱えながら、もう前後もなく眠りをしたのである。寝が覚めると1時間ぐらい眠ったものらしい陽光が窓から差し入っている、全世界が蘇ったように新しく見える。春日さんは申請したのである、わずか1時間の睡眠にもう治ったと感じられるぐらいに体の疲労がない。春日さんが起き上がった、もう病気はないのだ。春日さんは当たり前に食事をし、当たり前に診察室へ出て患者を診療したのである。この感謝と精神的高揚との一晩を境として、慢性の糖尿病も肺炎症も骨膜炎もそして赤痢用の下痢も癒えてしまったのであったって、素晴らしいですね。本当にありがとうございますが、全てをねこう解決するんです。お医者さんがね、解決できないことを解決しまったんですからね、ありがとうございます。病気の肉体を物質として取り扱う科学、医学ではでもある程度までこの病気の肉体を処置して謝らないことは、熱を逃げる物質として取り扱ってきた旧物理学でも逃げないように進むことによって逃さずにいられたと同じようである。しかし肺炎症を患っている病気の肉体はもう物質として取り扱って
処置するには慢性の糖尿病があり赤痢的下痢がある場合に手の下しようがなかった時に、ここに肉体を物資として取り扱わないとこの百尺貫と新一歩の医学が出現したのである。科学も国家も人間も常に百尺貫等にとどまるものではない。真の科学は常に百尺貫等新一歩の科学であり、真の国家は常に百尺貫等新一歩の国家である。世界は動きつつあるのである。こういう筋とか言ってね、今度はね、科学も国家も人間もここにね、会社もそうですよ、 経済もそうですよ。常に百尺貫等にとどまるものはものではない。真の科学は常に百尺貫等新一歩の科学であり、真の国家は常に百尺貫等新一歩の国家である。世界は動きつつあるのだ、経済は動きつつあるんですね。だからこれは会社でも国家でも科学でもね、何で経済でも何でも同じことです。共産主義国家さえも百尺貫等新一歩をしつつあり、ソ連ソチオの理論闘争もその悩みの表れである。百尺貫等関東上に高慢なダビンをむさむる国は今栄えているよ、いるもいてもやがて衰微するのは当然のことである。目前日本の国家も関東新日報戦として陣痛の悩みのうちにある。誰がいかにして日本国家を引き下げて百尺関東一報を進めうるものならんや。大人物を行房すること久しだ。かかる大人物が出現すれば誰だって尊い御方だと大敗しないわけはない。しかしいかにして百尺貫等一歩を進めるか、さあ無門もまた沙汰しているのである。無門御将の樹に百尺貫等新一歩を進め得ず、固定観念にとらわれた者が百尺貫等一歩を進めたつもりで人間を導こうとしても、それは盲人の手引きが注目、多くの盲人をですね、ドブに導き落とすようなもんだと言ったのである。聴聞の目というのはここが素晴らしいんですよ。両眼以外にある H の目のことであるでね。聴聞っていうのはね、この額のとこでしょ。だからこの両方の目で見るようなことじゃダメだって、聴聞の目で見ろっていうのはね、 H の目のことである。それを仮に眉間にあるとしたのである。その H の眼を、 H の眼をぶっ潰してしまうと自由自在の知恵が失われて、その人の剣が固定してしまうのである。常磐性とは測りに定めてある一定の無断メモリ、最後のゼロのところですね、である。測りというのは相手に従って自由自在に分動の位置を変えなければならない。ところが常磐性にのみ古老の目を捉えているものは、どんな重い荷物が来ても軽いものが来てもいつも測りの 分動を一定のメモリのところに置いている。これでは千遍万華の万華の知恵のは湧いてこない。そんな伝統に捉えていることばかり言っていては、一網終網を導いてみな奈落の底へ陥れてしまう。これはですね、ここで非常に大切なことは、この私はね、この項の百尺貫等一歩進むっていうことの中でね、常識とか通念というものを破れっていうことなんです。これはね、もうね、普通の人はね、何か言うとね、それは常識だって言うでしょ。常識なんていうものをね、破らなかったら進歩はないんですよ。会社でもね、人間でもね、常に進歩するのはね、今まで常識だと思ったことが破られた時に進歩したんですね。通念とかね、常識、もう私は成長年入った時ね、もう常識ってな言葉が一番嫌いになったんですね。今まではあの人は常識があるって言われることがね、立派な人間だっていうのを考え持っとったけどね、常識ってのはね、もう普通の一般の社会の人が考えてることでしょ。織田信長がね、この天下を統一したのは常識を破ったから統一したんですよ。豊臣秀吉もそうですね。あの当時の常識を全部破ってしまった。だから僕は織田信長の あの桶狭間までが面白いですね。あの人のもう本当に桶狭間の戦いに命を投げてね、わずかな兵隊でもって大軍を破ったなんてことが常識じゃないんですよ、これね。だから今度のね、大東亜戦争の時ね、あの今度のね、日米戦争の時にね、
織田信長みたいな人がおったら勝ってますよ、これは。やっぱりね、日本が、まあ、勝つも負けるとかそんなことはないけど、常識的な戦争したからね、結局物量って言って、物量の多いものが勝つったら、それはもうね、結局日本は負けるほか仕方ないですからね。だから結局ね、その常識を破った人間がね、勝っていくんで。だから通念とか常識なんてものはね、破られた時にね、新しいものが生まれてくる。これが百尺竿頭新一歩ってことです。今までのね、皆さんね、通念とかね、常識を破ることね。だからね、あの人がやってね、成功したから私もやろうなんていうような考え方はね、もうね、人の後ついてるからダメですよ。新しいものを作り上げていかないから。だから私なんかでもね、あの谷口先生が本当にお偉いと思うのは、常識を破ることですね。常識を破られる方です。だって病気はないなんてのは、もう完全な常識破ってないでしょ。肉体はないっていうようなことでもね。でこの中で常識、通念、もう一つはね、固定観念。僕はいつもこれ言ってることですが、固定観念を破るっていうことね。これを今度皆さんがこう無謀感を長いこと皆さんにお話してきましたけども、結局ね、もう一切はね、無謀感のこういう講義を聞くためのね、聞くのは何のためかというとね、固定観念とか通念とか常識とかいうものを破ることです。そのためにね、この常にこういうものを読んでですね、新しいものを、我々の新しい自分を発見しなきゃいけませんね。だからあの神聖の人間は新人にしてっていうね、あれを発見しなきゃいけないわけですよ。神の人間ですからね、本当の人間っていうのはね、神聖の人間は新人にして神そのままの姿がいいなんてね、これは例えばね、今度でも皆さんが、僕もね、僕自身もびっくりしたんだけども、谷口先生がスパーッとね、あの最高指導者会議の前の時に僕にちょっとお手紙をくださっとったけども、アメリカへ、徳久君アメリカへ2年行きなさいって言われたら、これは普通、僕は今総企画局長してましてね、で強化推進の中心に立ってます、本部のね、一応その人間をね、あのポイッとね、アメリカへ行きなさいって言われるのことはね、これ常識じゃありませんよ、本当言ったら、はっきり言ったらね。いわゆるその、だからもうみんなびっくりしましてね、なんだかんといろんなことを言った人ありますけども、僕はね、それはもう本当に谷口先生のおそばについて長くね、こう先生のお使いしとるとね、成長の絵がね、あの教団のね、運営の仕方とかね、それからいろんな組織がね、常識的になった時は、成長の絵はもう発展しない時ですね。例えばね、いろんな問題がね、もう例えばね、あのちょっとしたことでもね、あの精子名会費が400円が200円が400円になったなんていう時でもね、やっぱりなんだかんだって言われるけどね、あんなもね、もう普通の常識から言ったってね、20年前に200円に決めたもんですからね、もうそんなものはあれですけども、そういうことから言ったら今1000円ぐらいしなきゃいけないんですけどね、そんなことじゃなくて、総裁先生は寄付なんだからね、皆さんが寄付してくださるんだから、そんなにね、あのしなくてよろしいって言ってね、まあ倍にしとこうかって言われたんですよね。で我々はもっと上げたかった、もうはっきり言うとね、常識から言うと。で僕らはね、いつも先生からね、こうピッと押さえられることがね、常識的なことを言ったら必ず先生からピャーンというこう注意を受けますね。飛躍ね、あの宗教的救いっていうものとね、皆さんね、宗教の救いっていうものと一般の救いとの差っていうのはね、宗教的救いっていうのはね、飛躍の救いなんです。飛躍ね、飛躍的の救いが宗教的救いなんですね。飛躍の救いと、と言いますかね、もうね、この飛躍っていうことはね、百尺竿頭一歩を飛ぶことなんで、百尺のね、この百尺のね、竿の上まではね、どんなにしてでもこうといけるんです、こう人間っていうのは、こうはね、ここまでは、これはね、綱引っ張っても何してもね、人間の知恵でいけるんです。
このね、百尺竿燈っていう、ここはね、人間知のね、最後のところっていう意味です。人間知のね、ギリギリのところっていう意味です。人間の知恵で登れるところへ来てる、来たっていうことです。そういう世界まではね、誰でも行けるんです。これは努力によってね。ところがこれから一歩飛ぶことはね、このね、飛躍です。これがね、宗教の良さなんですよ、皆さんね。宗教ってのはね、そのだから私はね、最近特にこの谷先生の生命の実相を読んで教えられてることはね、因縁だけの世界にいたらね、こういう原因があるからこういう結果がある、こういう結果があるっていうね、因縁って言いますね。因と縁と因果とも言いますが、因縁因果の世界におってね、こういう心がこういう間違ってたらこういう結果が起こるとかね、心がこういう間違ったらこういう病気起こるとかね、そんなことばっかり言うとったらね、救われないです、人間っていうのはね。たとえね、我々が過去においてね、どんなに救われないような悪いことをしとってもね、スパーッと理屈なく救われていくところにね、本当の宗教の救いがあるんですよ。だ、私はあの地方公所の先生方にいつも言うんだけどね、言うことは何言うかっていうと、あの堕胎をした人は救われませんよとかね、子供を下ろしたなんていうことはね、その人を殺してることで罪ですよっていうの話をしちゃいけませんよって言うんです。今ね、同じことだけどね、そういうこと言うとね、今の若いね、奥さん方でね、堕胎したらものはね、100人のうちね、90人以上は堕胎してると思うよ。ほとんどしてるんですみんなね。そうするとね、成長の矢は堕胎しちゃいかんっていう教えなんですよ、堕胎なんかするとか人殺しでしょって言ったらね、もうこれ成長の矢はね、堕胎しちゃいかんと思って来なくなりますよ。堕胎まだこれからしようと思ってる人はね、何人堕胎しとってもね、成長の絵おいでになってね、そしてその人をね、祀ってあげてね、観音をあげたら救われますよって話したら、みんな来るわけでしょ。そういうね、こう来やすいような話をしていかないと、こう伸びていかないですね、成長の絵は。いけないって言って排斥することはね、いけないことで、だからあのね、皆さん、真言っていうのはね、このまあ今日はこれが最後になりまして、ちょっとまたアメリカ行って、だから谷口先生が今度アメリカへ僕行かれるってことも、本当にね、私は飛躍的な先生のご指示だと思うんですよ。で、あのブラクソンが来てね、またちょうどブラクソンさんが来てから、もう谷口先生飛行機に一緒に乗っとって、谷口先生が飛び降ろしたら、私ははいっと飛び降りて話していったでしょ。その後でアメリカへ僕に行けって言われから、いやっちゅうわけにいかんわね、これはね、あの話聞いたばっかじゃもんね、そやっぱり私もはいっちゅうわねいかんわね、これはあそこで先生じゃけど日本がどないなりますかじゃ言ったら、もうこれは私はもうブラクソンさんにまだ収まってることになるからね、ちょうどあの話聞いたばっかやからね、またこれは答えた。で、まあ入ってですね、まあ私はね、考えてみるとね、あのなぜアメリカ行かなくならなくなったかっていうと、昭和23年の2月26日にね、僕は昭和23年の2月1日に本部の職員になったんですよ。まあ、すぐ本部講師になってあれしたんですけどね。でその時に病院の院長だったわけです。僕は病院の院長として本部へ行ったわけですからね、本部講師になって、もう本部講師って先生は話はしてもいいって言われたんですけれども、しかしその時にこの病院の院長として行ってるんですから、病院の院長ですからどこへ行くっていうこともないわけで、病院にずっとおるだけでしょ。ところがね、昭和23年の2月26日にね、僕の部屋おいでになったらお目にかけますけどね、あの本部の今の僕の部屋に置いてあるんですけど、2月26日は僕の結婚記念日なんですけどね、そこに決心をね、祈りっていうのを書いて、大きなこんな、このこっからこのぐらいのね、僕は下手な字で書いて祈りと書いてね、恩師谷口正治先生の成長の絵の見よしを世界に宣布するって書いたんです。私はね、私が成長の絵ってまだ医者なんですよ。まだ成長の絵の医者を僕は辞めるなんてことは全然まだ分かってないし、そんな気もない医者として就職した時ですからね、病院を開設するために一生懸命僕は努力しとった時代なんです。その時にね、恩師谷口正治先生の見教え成長の絵を全世界に宣布するとはっきり書いたんですよ。
僕はこのね成長に入ったね一番のもとはねこの谷口先生の三好を世界中に広めたいっていう僕の熱願があったわけですね。それがブラジル行くことになり、アメリカはもうねブラジルも8回も行ってますしね、アメリカはもう10何回も行ってます。で、まあ、今ね問題アメリカもねブラジルもアメリカもねいろいろ問題がありましてね、なんだ一番私が行かなきゃいけない理由っていうのはこの谷口先生がブラジルで君が行ってブラジル人の信徒が増えたっていうんですね。だから君も今度アメリカ行ってアメリカ人の信徒を増やしなさいと。今日本人ほとんど日本人なんです。アメリカ人がほとんどいないわけです。私がブラジル行った時もねもうブラジル人は ほとんど来なかったんですよ。で一人からこう始めて今は1500から2000来てますからね。そういうことになりましたので、この谷口先生はねわずか1000冊しか成長の絵をお出しにならないときから最初から人類光明化運動と書いてられるんですよ。素晴らしいですね。自分の経費でたった1000冊しか発行してない成長の絵に人類光明化運動と書いてられるんですね。で私奥様と話して、先生は初めから人類を救うお気持ちだったんですねって言ったら、後から奥様がたった1000部しか出してないのにね人類なんて書いてたのよなんておっしゃってられる。だから本当にねその人類を光明化したいっていう谷口先生の念願をね私は弟子として一番果たしたいという気持ちを持ったら行くようになったんですね。ですから今度の場合なんかもね私が理事を辞めていきます。それはねなぜかちょっと理事会っていうのはこの本当は運営なんですね。運営のことであって話してるのは本部講師が話してるんですからね。理事なぜ私は理事をこれはね理事を辞めたことでなんだかんだ言われる人ありますけど、徳さんなんか変なことやって理事辞めさせられたのかって言ったらそうじゃないんですよ。私は理事会に出席できないでねそのまま理事を追うっていうことはね仕事満足できないことですからね。でアメリカから毎月帰ってきたったらこれ大変なことですよ経費だけども。ですからそれで理事を辞めてですね、そして辞めさせていただいてアメリカで本部講師としてね仕事させていただくっていうことになってるわけです。で私の方からね徳久君辞めなくてもいいじゃないかって谷口先生言われたんだけども、いや出席できませんので、一応辞退させていただきます。また帰ってきてやれたらやればいいんですからね、副理事長とか両方辞めさせていただいて向こうで専念するっていう気持ちで行かせていただくわけです。で今度は